手道具なども、昔の品の使い慣らした立派なもののあるのを、生物知りの骨董好きの人が、誰に制作させたもの、何菓子の傑作があると聞いて、譲り受けたいと、想像のできる貧乏さを軽蔑して、申し込んでくるのを、例のように女房たちは、仕方のないことでございますよ。困れば道具をお手放しになるのは、と言って、それを金に変えて、目前の窮迫から救われようとする時があると、末摘む花は頑強にそれを拒む。私が見るようにと思って作らせておいでくだすったに違いないのだから、それをつまらない家の装飾品などにさせてよいわけはない。お父様のお心持ちを無視することになるからね。お父様がおかわいそうだ。ただ少しの助力でもしようとする人を持たない女王であった。